久保さん。いやー、マトリックスね。一緒言われますね。まあ、今回は、うん、失敗をお金に変える方法にしましょうか。失敗をお金に変える方法。うん。まあ、これね、ちょっとね、ま、あの、なんだっけ、誰だっけな。ヤニック・シルバーだ。ヤニック・シルバーっていうね。あのー、英語圏にすごいマーケッターがいるんですよ。ヤニック・シルバーですよ。思い出した。で、ヤニック・シルバーが、 あの昔、売ってたやり方で、在庫がねめちゃめちゃあると、売れなかったと、嫁に怒られてるみたいな、こんな写真つけて、うわ、在庫の山だ、なんでこれ、キャンペーンしますみたいな、めちゃ売るみたいなね、それパクって、ヤニック・シルバーの,その写真だったりとか、そのやり方をパクって、実際にうちも昔、DVD、会社でやってた時 DVD すって売ってたんですよ。 でめちゃめちゃ DVD 売れてないやつとかあったんですよで。そのヤニックシラバはパクってそのままやって、まあ、実際に、ね、在庫の山だったんで、それやって売ったらめちゃめちゃ売れましたね。だそれで在庫もうね処分するかしないかっていう在庫から300万生み出した。<laughs> だから結局ねその、在庫でどうしようって考えてたとしても何もお金生まれないし何も発展ないんですよ。 だそれを、失敗をどう使うかっていうね、失敗の使い方ですね。わかりますみんな失敗したら、もう失敗したことは使えないとかね、失敗したらダメだとかね、あるんですけど、その使い方さえわかれば、失敗の使い方さえ学んでね、やあのあの知っていれば、これいくらでもお金に変えられるんですよね。お金に変えられるだろうし、あとチャンスに変えるとか何でもいいんですけど、何か転換できます。 だからこれマイナスだったとしてもプラスに転換するっていうマイナス思考をプラスに転換するっていうところだったりはまず全てに応用できるんですけどそれはビジネス寄りに今言ってますけど多くの人はその久保さんなんかねこれ何年前の話やねんと <laughs> 未だにもだからまあ一生言われるでしょうねマトリックスアフリエと <laughs> もうマトリックス合宿するしかないですねマトリックスセミナー <laughs> 久保さんともマトリックスセミナーやって終わらしたいっすね <laughs> マ <laughs> トリックスでみんな、あれからみたいな <laughs>。ま、久保さんなんかもうね、それで金稼いでますからね。だからその使い方さえマスターしていれば、実は失敗は怖いかもしれないですけど、その対応策っていうのはできると。うん。ま、詐欺に会いたいですっていう人いないじゃないですか。人から騙されたいですっていう人多分いないと思うんで、ま、その騙される時って多分、なんだろうな。 多分信じてたのにとか、なんやろうな。なんかそんな感じじゃないですか。自分からその墓穴、詐欺に会いたいっつって詐欺に、自ら会いに飛び込んでいく人ってまあまあいないので。だけど、じゃその局面になった時にどうそれを生かすかですよね。僕もその2年前ですか、2年前100万円貸して100万円戻らなかったんですよ。で、人生初めてですよ。お金100万ぐらいの金貸すのっていうのはね。 うん、でまあもう僕もお金なかったですからもう本当にお願いしますっつってこれ書いてこなかったら僕が本当にやばいんだよっつってで本当にやばくなったんで <laughs> で本当にやばくなったから僕は新しいサービスをマフィア D っていうねそのサービスを売ったんですよ作って、まあ、結果的に150万ぐらいの売り上げになりましてまあプラス50万みたいなね <laughs> だから結局そ,のそういう状況になったとしても それをどう生かすか殺すかは結局があなた次第ってことなんですよね。だ失敗を失敗で終わらしてるのはあなた次第ってことです。でも失敗を生かすことができる、失敗を使うことができるならばそこから何かいろんなものは取り出せるよって話です。逆に言うと失敗からしか取り出せないものっていうのは実はあるんですよ。わかります失敗からしか取り出せないものっていう、失敗からしか取り出せない手持ち、カードっていうのがあるんですよ。 でこのカードが取れるか取れないかで結構人生の差は生まれるんじゃないかなと思いますね。うん、だってだそうじゃないですか。人生生きてて、これ確率で言うならば、いいことが多い確率が多いのか、悪いことが多い確率が多いのか、多分確率論で言うならば、あの悪いことの方が多いと思うんですよ。自分が思い通りにならないことの方が多くないですか生きてたら。例えば会社の給料ももっと欲しいのあって思い通りにならないですよね。 もっと残業とかなくしてほしいなって思い通りにならないですよね。思い通りにならないことの方が多いじゃないですか。とかね、う,うまくいかないことの方が多いと思うんですよ。そで、その時に自分がそこからどういうカードをね、あの引き抜けるかっていうのがね、結構重要かなと。で、これ最後まとめましょうか。この手持ちのカードっていうのは実はそこから引き抜けるかによってそのカードの枚数が変わるってことです。<laughs> ね、その失敗したところからど,どういうカードを引き出せるのか自分がうまくいったところからどういうカードを引き出せるのかそれによって手持ちのカードをの枚数が変わるということでいいでしょうかいってらっしゃい。